実はこの前の正月、私が二世帯住宅を建てて約1年、親の本音を聞こうと思い、特に今の家の不満点とか、最高級おせちを用意して聞いてみることにしました。このおせちは道楽おせち、最高級の代物。これを見て文句が出る人なんているはずがない。京都の料亭道楽で監修されたこのおせち、私も私の親もこんな高級なのを食べたことがない。ん？これはホームベース？皆さんご機嫌いかがですか？ダンディ M チャンネルの M です。これホームベースじゃありませんよ。絵馬の形をしています。縁起物です。こういう演出が憎い。いや別に憎むことではありませんが、そしてこれは木箱、見ただけでわかる、こりゃ高いやつや。うちの親にこれを食べてもらって、お酒も飲んでもらって、いい気持ちにさせて、新しい家で1年間過ごしてきて、どこが不満だったのか聞き出そうと思います。今後2世帯住宅を建てる方の参考のために。でも聞いてください、このおせちを見た時の親の反応。そのね、お母さん、干し柿がすごいんですね。そう、その干し柿はすごいですね。これね、エマの形がすごい。エマ、すごい。すごいね。すごいね。すごい。すごいね。すごいね。すごい、すごいの連発や。創業390年を超える京都老舗料亭道楽が監修する高級生おせち、うかたまという道楽おせち。ご覧の通り、うちの親がすごいすごいを連発。二世帯住宅になって月に1回か2回は全員で夕食をとるような感じになっています。うちは完全分離型なので、普段は食事は別々、たまに一緒にする食事でもこんな豪華なものは初めて。いや、こんな豪華なおせちは人生において初めて。親も感激。すごいね。すごいね。うん、あん肝漬けだ。おお。おいしい。うん、どれが？あん肝漬け。これおいしい。日本酒と飲んだら合うのだ。なんかいろんな人、何十種類だ。これ、ね、これこれ。これ、たまってますぐらい。いいじゃない？これうまい。何だっけ？アワビ。アワビ。アワビ太いね。これ辛すぎ、辛すぎ、高いやつ。はい、どう？はい、食べてみるわ。こんな分厚い辛すぎなかった。うん。昔の人食べてないよ。食べてないよ。美味しい。見るだけでも楽しい。これも美味しい。すごいね。すごいね。親が気分を良くしたところに本題。ほぼ私が決めた間取りや家についての不満、聞き出してみました。まずは母親から言うと、一番の不満点は勝手口に土間的なものがないのが一番、そしてその勝手口のドアが硬いのが一番という、一番が2回ある不満点でした。こちらが1階の我が家の間取り、久しぶりに出しました。ちょっと最近は物騒なんで一部モザイクを入れています。泥棒や強盗の方はこの場所には罠が仕掛けられてあるので入らない方がいいですよ。この他にもうちにはいろんな箇所にインディ・ジョーンズ張りの罠を様々なところに仕掛けているので、命の保証はしません。なのでうちには入らないでください。金目のものなんてありません。腐ったパキプスがあるくらいです。見た目は邸宅っぽく見えるかもしれませんが、見え全開で限界を超えたローンで建てたもの。ほら見てください、ここの部分欠けています。ここは外からはあまり見られない部分、人からの視線はこちら側からだけ。当然ここの部分はあると錯覚する。より大きな家だと思わせることができる。
これは私の計算です。家をより大きく見せるために我ながらよく考えたものだ。親の住んでるところからで言うと、玄関はここ、そして勝手口はこちら。最近は勝手口がいらないという人もいますが、また勝手口を設けたこと自体が公開ポイントという人もいますが、それは家の大きさ、玄関の位置なんかの間取りによって便利さが変わってくるからでしょう。私はもともといる派でした。うちの親も活用しています。うちの勝手口の部分を見てみると、勝手口のドアがここにあり、母親の一番の不満点の硬いドアがここにあります。入ったらすぐにパントリー。パントリーは4畳近くスペースを取っています。うちの親は趣味で野菜なんかを作っているので、その収穫したものをここに収める。そしてすぐにキッチンに行ける。また勝手口のすぐそばで外で水を流して洗えるような、そういう場所も設けている。私は完璧な間取りと思っていたんですが、うちの母はこの部分を靴のまま入れるような、そういうスペースが欲しかったとのこと。これも一番の不満点ということです。なるほどね。それは全然気づきませんでした。こちらが我が家の実際の勝手口。見てみると確かに靴を脱ぐところがありません。この場合靴は外に脱がないといけない。これが一番の不満ポイント。そしてドアを開けます。硬い。開きません。硬い。いや、鍵が閉まっていました。開けてみて確かに固め。でもこっからが硬い。グッと押してやっと開く。この硬いドアが一番の不満ポイント。自転車置き場があり、自転車からここに荷物をそのまま取り込む。使い勝手がいいのが勝手口。家の建築をお考えの皆さん、勝手口をつけるかどうかはあなた次第です。一方、私の父の不満ポイントはというと、お父さんはなんか私の父の不満ポイントはウッドデッキ下の雑草。ウッドデッキの下はコンクリートなんか敷かず、そのまま土になっています。いや、コンクリート高いんですよ。そんなに日が当たらないので雑草はそんなに生えないかなと思っていたんですが、やはりこういう横の部分とか雑草は生えてくる模様。季節は冬ですが、下が土で日が当たるところには雑草あり、しかも取りにくいところに生える。これについては今現在解決をしました。どのように解決したのか、そちらは邸宅シリーズの次の動画で。それでは今回この辺で。ごきげんよう。